あなたが先手です。3段の方よろしくお願いします。開脚開始。さあ右試験ですね。右試験来るのか。来るんだな。試験飛車。よし、パンツ脱ぐぞ。パンツを脱ぐぞ。うい。振り飛車穴熊。右試験ってどう対処すればいいか分かんないですよね。結局分からない。結局分からない。右試験どうしたらいいんすか。パンツば脱ぐ。脱ぐぜ。おいえ。うん、これは金進出型でいきましょう。まあ一回交換しに行きますか。でおとなしく引く。でも今度は2筋からガンガン行く。で相手は焦って右試験に帰ってきた。これですね、ちょっと銀を進出させて飛車を転換していきたいと思います。まあどう来るか。2分30秒。交換来ましたね。困るんすよそういうの。でも取りますね。これは角交換しましょう。で相手はどこに来るかっていうと、おお、なるほど、これ取れないな。だけど取りたいんだよなあー、でも取れないな、さすがに。さすがに取れないか。取ると、3五同金、4六角打ち、で、金逃げると5三、5七角成か。で、それで、金と飛車あたりなんですよね。さすがにそれはやらせないかな。困ったね。あ、困ったね。困ったね。どうするんだいこれは。はい、紛らわしの歩いきます。これよくわからないと思うんですよ。僕もわからないし僕もわからないし、相手もよくわからないと思うんですよこの手はだから迷うはず。あー、迷わなかったか。1分30秒。ちょっと一回歩打って、ちょっとチラ見、これチラ見です。チラ見ざわしときます。あの、何が狙いかっていうと72角打ちです。78角打ちですねまあ王手竜をしようっていう。いやでもそれは72角打ちは同竜がありますねうん、まあいいでしょう。あー、これどっから行くどうするこれ。あ、でも角打ちありだな。先に打っとこう。これ桂馬をフォローしながらの角打ちです。で相手どう攻めてくるかっていうと、割と攻めが難しいんじゃないかな。うん、割と攻め、おう。はあ、なるほど。桂馬取ろうってことですね、これ。1分。あー、うまいわ、これ。ちょっと待って、マジで受からん。受からないときは、攻めるしかないっすよね。いや、どうやって攻めるこれ。え、受からんし。30秒。やばい、時間ない。やばいやばいやばい。叩きの歩。もういつもこんな感じとりあえず叩いてみた。桂馬飛ぶ。あー、助けて助けて、ドラえもん。ドラえもん助けて。20秒。
金打ってどう？あ、金が浮いてる。あーあー、終わったこれは参りましたですね。あ、そうか、それも浮いとんか。10秒しかないし、これ積んでるし。はい、ありがとうございました。参りました。次は岩盤シャイ、頑張ります。あなたが先手です。はい、四段の方よろしくお願いします。対局開始。さあ、試験飛車か。試験飛車か、脱ぎますか脱いじゃいますか、旦那。台振り持久戦。今日いいパンツありますぜ、旦那。居飛車穴熊。さあ、パンツは脱げそう。金登って登る、金上がっておくか。で、角引いておいて、これはパンツを一回脱いで。パンツは脱ぐ。で、まあ、歩をついて。さあ、こっからっすね。これまずい？これ2分30秒。これ大丈夫？これ死んでない？取るしかないじゃん。角出るじゃん。歩打たれた、歩打たれたら、まあ取りましょう。これは金で取るしかない。うん、これでちょっとしのぎます。しのげてない。しのげていない。大丈夫か。おー、まあちょっとうざがらみするしかないですね。うざく絡んでいく。2分。これな、銀をどっちに出るかで迷いますね。5号に出るのか、6号に出るのか。5号に出た場合、多分垂れ伏してくるんですよ。それ嫌ですね。6号でちょっと、おとりにします。おとりになってるんかな。無視するの無視する。1分30秒。無視しちゃう。これ金出るか。ほら、え出した。もしかして天才やなかなんかすいません、ありがとうございました。あー、そしてですね、先ほどの試合で世界10位になってしまいましたなんかなんかすいませんでしたでもめでたく世界10位になることができました。はい、ありがとうございました。